ハイラン州はプントランドが独自に設けている行政区画。ソマリア及びソマリーランドの行政区画ではサナーグ州の一部とされている。サナーグ州の東はプントランドが、西はソマリーランドが支配している。そのためプントランド政府は自分の支配地域をハイラン州と呼びサナーグ州と区別している。一方ソマリランドでは2008年にカヒン大統領が サナーグ州の東部をバハン州として独立させたが議会の承認を得られず再びサナーグ州の一部とされている。エルアヨ・ブラーン・ヒンガロール・ダハール・ハイラン州の主な町ハイラン州は次の3地区からなる。2003年12月4日、プントランド政府はベンダー・カシム、カルカール、ハイランの4地域を設けたと発表した。2016年7月、 ダハール州知事のマハメド・ファラー・アイセは、2017年に予定されているソマリランド選挙に関連して、選挙を阻止しようとするプントランド軍とソマリランド軍との対立が生じており、地元の人々がプントランド軍に物資を支援していると発表した。2019年10月、プントランド政府は、ソマリアの計画長官が、ハイラン州の首都ダハールに事務所を開設することを違法と宣言した。 マハメド・ファラー・イセ・マクスムド・フェラックス・チーズ2012年2月、プントランド教育大臣が、ダハールを訪問し、マハメド・ファラー・イセは、ハイラン州知事の立場で歓迎。サイード・フセイン・マハムード・イブラッド・シジャドズ・シーン・マキシマを、アーバット2019年7月、プントランド大統領のサイード・アブドライデには、サイード・フセイン・マハムードを、ハイラン州知事に任命した。ありがとうございます。